俺の選んだ10本の、最後13本目のギターは、なんと、マーチン D28 1959年のヴィンテージでございます。いやいやいや、グリップもね、なかなかのいい感じでございますよ、これは、うん、太からず細からず、ナット幅も42ミリ幅だそうですね。一番みんなが弾きたいこのサイズ の, あのネックだと思いますね。僕も今握ってみてすごく弾きやすそうな感じを受けます。やはり引き込まれた感じがして、ローもハイもすごくタイトに仕上がっているという感じで、無駄にこう飛び散らない感じの印象を受けますね。なんでそこの棚にスポッと収まるかのごとくね、あのこのレンジにこの音が欲しいって時にスポッとそこに埋まるような、ね、そんな印象を受けますね。非常に使いやすそうなサイズです。なんか D はすごくサイズが大きいので、ローが飛び出して非常にこうアンサンブルでまとまらないなんてことも結構あって、さもすればベースとベースにこうマスキングされちゃうというかね、ベースドラムやベースにマスキングされちゃうようなこともあるんですけど、これはなんていうかタイトな分だけそこを消されることがなくギターのレンジを埋められるんじゃないかなと今弾いて思いましたね。強く弾けばこう強く出るし、弱く弾けばちゃんとその自分のダイナミクスもこう受け答えてくれるような、ね、そんな印象を受けますね。非常におすすめな一品だと思います。